79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Tuesday.皆さん、こんばんは。本日火曜日のハロードライブハロドラは、新安住なピンククレス夏焼きみやびと、ジアレイなピンククレス小林ひかると、春水炭な椿ファクトリー尾形理沙の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが、深夜のドライムタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、はい、今回の自己紹介は、はい、工藤遥さんからいただきました、はい、タピオカで好きなお店とかありますか、はい、というテーマでした。ちょっとみんなね、なんか珍しい名前だったからなんか客名かなみたいな思っちゃう人もいるかもしれないですけど、タピオカのお店ですね。はい、はい、まずまるちゃんは春水炭、春水炭タピオカめちゃくちゃ今流行ってるじゃないですか、うんうん、でもいろんなお店ができてると思うんですけど、はい、赤枠だったっけあの文字ね。確かそうです。なんかね、なんかよし、全然タピオカのお店とか並んだことがなくて、でもなんかこれが一番定番というか、うんうん、もっとつい最近初めて行ったぐらいで、へお店で食べて、あのホットタピオカ、うん、飲んで美味しかったなと思ったので。だチュンスイタンはなんか私も大好きなんだけどさ、はい、なんか氷がさあ、そうなんですよ。そうアイスの方を頼むと、うん、ちっちゃい氷がいっぱい入ってるから、なんかこうカリカリカリってなるんだよね。一緒に行った人がアイス頼んでて、うん、出てきた時に飲んでないんですけど、飲んでない、なんかシャーベットみたいになってて、それ見てもっとそれ早く言ってよって思った。 あれはねチュンスイタンだっけ、チュンスイタンはアイスがいいと思う。そうみたいですね。失敗しました。ホットも美味しかったです。ホットも美味しいよね。はい、はい、そしてヒカルは、私はあのジアレイってました。鹿のマークのお店、大好き。よくある。なんかそんなに値段も高くないし、美味しいんですよ。おすすめです。私はね、あれが好きです。もうタピオカ好きすぎてしょっちゅう飲むんですよ。ジアレイのなんだっけ、ロイヤルナインっていう、うん、つく名前のタピオカがあって、はい、ロイヤルナインミルクティーかな。それがめっちゃ美味しいの。こう後からふわーんってフルーティーな香りがして、おお、上品な感じ。そうそうそう、超美味しい。でもジアレイでしたっけ、うん、のタピオカってそこが丸くないですか。そうでしたっけ。丸い。でも丸いとこ多くない？結構多い。あれ違う。知らなすぎて全然。かわいい。かわいいね。そこが丸い。そこが丸いお店ってイメージですけど。そうでもないですね。結構ね、いろんな形ある。そうですね。結構いろんな形ある。そうかも。ちゃんは。私は最近行ったんだけど、新安住っていう、はい、原宿に多分割とオープンしたばっかりっていうか、まあそうなんだけど、すっごいそこも最初めっちゃ並んでて、そうそう、なんかね、ここは黒糖 の、まあ、あのソースっていうかそういうのが多くて、そう、なんかタピオカ自体もめちゃくちゃ黒糖の味がして柔らかくて美味しいの。そうだから、なんか甘いの、ここね結構甘いの、だからなんかあの甘いの苦手な人はあの砂糖みたいななしでも、ああるんですね、黒糖自体が甘いから、あの少なくした方が絶対美味しい。そう、あとはなんか映えみたいな感じだよ、色味とかが。なんかね、その普通の茶色とかじゃなくて、見て、え、紫、紫とか、なんかこの写真映えそうなカラーのドリンクが多い、タピオカドリンクが多いから、そう、なんか映えさせたいみたいな人はここ行くといいかも。新安住、ここもそこ丸かったですね。あ、そう、まるちゃん、ここも丸いんだよ、本当だ。本当だ、そこが丸いところ、ここ丸い、そうそうそう、いっぱいあるから。もうありすぎて分かんないよね、もはやね。ぜひぜひちょっとね、気になったお店に行ってみてください。はい、ということで、火曜日はこのメンバーでお送りしていきます。最後までお付き合いください。ここからは火曜日限定コーナー、本日は、ただいま開店、スナックみやびの人生相談。はい。このコーナーは33年後東京は赤羽橋にオープンするであろうスナックみやびで人生を知り尽くしたみやびママたちがお客様のお悩みを解決していくコーナーです。はい、ということでたくさんのメールをいただいたので早速お店をオープンさせましょう。はい、カランカランカラン
て。あら、カンガルーの腕枕さんいらっしゃい。いらっしゃい。さっさっさ、もうさっさとここ座ってね、もうささくね、お悩みを聞こうじゃないの。なになに？私は薬学部に通う23歳の女です。若いよね。若いね。キラキラしてる、うん。ギャルに憧れ続けているのですが、髪を染めたこともなければ、ピアスを開けたことも、シャツの第一ボタンを開けたこともないギャルとは程遠い外見です。もう10代ではないし、ギャルになるのは手遅れでしょうか。そんなことないわよ。そのままのあなたで十分よ。十分よ。と23でも若い女ね。いいね。23歳。女は本当何でもできるじゃないの。これからね。本当にね。まあでもね、なんか、まあ、そういうことやってみたい時がね。あ、でもちょっともう遅いかしらね。そう思うと遅いかしらね。第一ボタンはちょっと。まあでもやってみたらいいんじゃないの。そのなんか別にギャル目指すとかじゃなくって。ちょっとセクシーというかね、ちょっと女らしさみたいなのをね、そうね、そうそうそう、ね、これから大人になっていく女性になるんだったら、うん、やっぱちょっと第一ボタンぐらい開けてみてもね、うん、いいんじゃないの。なんか染めたくなければ前髪のなんかニュアンスを変えるとかあるじゃないのよ、ね、ニュアンスね、ニュアンス、うん、確かにね。もう服装だけでもね、ギャルになれるわよね、うんうんうん、もうとりあえずなんかピタッとした服着たりすればね、ギャルよ、もうギャルよ。そうよね。最近ほら若いさ、あの子たちがなんか穴開いてるさ、デニム履くじゃないの、あれもどう、びっくりするわよね、あんな抜いたくなるわよね。自分も昔はよく履いたもんよ。ワッペンストーリー若い若いも、あとあれよね、あのほら、あのへそ出したりとかさ、あ、そうね、もう風邪ひいちゃうわよっていうね、ほんと全く。へそ出したらね、鬼取られるわよね、鬼にね、ほんとに気をつけないと、気をつけないとね、もう次行きますよ。はい、はい、あ、またお客様来たわよ。リサマル水産さん、いらっしゃい。早速お悩み聞いちゃうわよ、うん、何何、うん、ママワンバンコ、ワンバンコ流行ってるね、それ若者でね。今それなのね。まずはそうだな、ハイボールとポテサラちょうだい。わかったわよ、はい、はい、ひかちゃん入れて、はい、今日のスーパーの特売よ、はい、それ言っちゃダメよ。ダメよダメよ、それ黙ってきなさい。そうそうそう、今日はママたちに一つアドバイスもらいたいんだけど、うん、バレンタインに20代の部下から日頃のお礼ですってチョコレートをもらったんだけど、ホワイトデーにどんなお返ししたらいいかな、うん、チョコレートなんて久しぶりにもらったから分からなくてさ、みやびママのお孫さんとかリザ姉さんの娘さんくらいの年代の女の子ってどんなお返しを喜ぶのかな。そうね、そうね、そんなことも忘れてたわね。懐かしいわ、バレンタイン、ね、若い時はね、まあ、何でも嬉しいもんもよね、本当に。そうね、ハンケチーフとかいいね。なになに、ハンケチーフ、ハンケチーフって、ハンケチーフね、ハンケチーフね。そうね、ハンケチーフ確かにいいかもね、うん。まあでもそれ私たちの世代じゃないの、もっと若い子たちは、うん、何ね、私そうね、ディオールのマキシマイズリアルね。リアルよ。まあ若い頃欲しかったわ。うんうんうん、まあそうね、あれよ、だからブランド物のリップとかよね、そういうの喜ばれれば。今はね、メンソレタムでいいのよ。うんうんうん、そうそうそう、今はね、もうすぐカッサカサしちゃうからね、保湿できればいいのよ。そうそう、普通大事よ、ほんと。まあ若い子たちはね、やっぱそういうのにね、うん、敏感だからね、敏感だからね、うん、やっぱこうその時のさ、あれよね、あの限定とか出るじゃん。あ、そうね、出るじゃない、限定の、そうそうそう、ね、だからそういうのをプレゼントしてあげるとやっぱ女の子はね、喜ぶもんよ、うん、でちょっとそこにお花とか添えてあげたらね、可愛いじゃないの、なんかできる男って感じなんじゃないの。いいわね、うん、まあね、私たちもね、やっぱ、うん、まあ、いつまでたっても女は女だからね。そうよ、うん、何もらってもね、まだ嬉しいからね、嬉しいわよね、いつまでも待ってるもんよね、待ってるわよ、ね、うん、うん、よろしく頼むわ、よろしくよ。あ、また来たわ、いらっしゃいませ、ぐんちゃんさん。また来たわ、来てほしいなよ、こっちは。でも、うん、いらっしゃい、どうぞどうぞ。じゃあ、お悩みは何かしらね、はいはい、
みやびママこんばんは。はい、こんばんは。今日も繁盛してる？してるよ、うん、最近の悩みは年のせいかめっきりアイドル現場から足が遠のいちゃってること。ママたちがアイドルやってた頃何度もライブに行かせてもらったんだけど、うん、久しぶりにママの美声聞かせてほしいな、うん、ダメかな、ボトル入れちゃうから一曲歌ってよという。ボトル入れちゃうの？ボトル入れちゃうよ。どんかしら、どんぺりだどんぺり。あら最近だ。私モテるかしら、腰が大丈夫かしら。重いわ。ちょっと取れる、ひかちゃんの上のやつ取れる、ね、本当に美声ってそんなね嬉しいことにしてくれるじゃないの、ね、でもね最近はねってよく詰まるもんよ本当に。ね、硬いものが食べれないわ、ね、喉に通らないわ。そうなのよ、本当よね。飲み物ぐらいしかダメ。一、うん、曲歌ってちょうだいってさ、ね、うん、何がいいかね。ギターはみやびママ何がいいかしら、何がいいわ、何がいいかしらね。まあやっぱ民謡とかかしら。民謡か。海は遠い。いつ見ても素敵だから。もう素晴らしいわ。こんな感じかしらね、ママ本当にね。作詞もできるし、素晴らしいわ。いや、もう海行きたくなった。作詞してないわよ。あのほらあの人が歌ってたじゃないの、誰かがね。誰だ、名前来たお客さんが歌ってたじゃないの。そうだね、そうだね。今日なんかあの海はーってとこがちょっと印象的だったのよ。ビブラートが効いてていいですね。いいわ。うん、さすが。ありがとう。またね、来てほしいわね。そうね。はい。さあということで今日もたくさんのお悩みがありましたね。はい、はい、いつでもお店にね来てほしいですよね。はい、ぜひお待ちしております。スナックみやびにぜひご来店くださいませ。きっとすっきりいたしますわよ。はい、ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレス夏焼きみやびとピンククレス小林ひかると、椿ファクトリーの尾形梨沙がお送りしています。続いてのコーナーはこちら、ふつおたがかり。このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてや新コーナーのご提案など様々なお便りを紹介していきます、うん、まずはこちらです。ラジオネームひかるさんからです。ピンクのお二人、まるちゃんこんばんは。こんばんは。最近小学生の頃にお小遣いでコツコツ購入した大好きな漫画ナナを久しぶりに読み返したのですが、やっぱり何度読んでも私にとって大切な作品だなと思いました、うん、そこで皆さんにもこれはおすすめという漫画を教えてほしいです。ジャンルは問いません、よろしくお願いします、うん、ということでですね、はい、いやナナね、私も読んでましたよ。ナナ懐かしい。懐かしいですね。まるちゃんの世代でもナナはみんな結構読んでました。私の世代はあれですね、ナナってあのドラマか映画かやりましたよね。やってましたね。映画かな、うん、映画でやってた。映画か、あの漫画というよりはもうその実写のイメージの方が強くて。あ、なるほど。私唯一漫画でナナ買ったもん。全巻ですか？私は全巻買った。あとなんかあの好きすぎて台本がついてるなんか限定本みたいなのがあって、ありますね、それも買いに行ったりとか。すごい。なんかめっちゃ好きだった。そうそうそう、好きなおすすめの漫画教えてほしいと思うんですけど。私は、はい、まるちゃん、新世紀エヴァンゲリオン。私が生まれた時とかもう全然その一旦こう終わってて、うん、でだから後からすごい再放送とか見て好きになったんですけど、アニメとかも。でも漫画も全巻買い集めて。すごい。結構ガチです。 DVD とかも全部持ってます。すごいね。これぐらいですかね、集めてるのは。あ、でももう一個あったわ、セーラームーンは全部初版集めました。本当、すごい。すごくない？すごい。集めるならこうちゃんとやりたいっていう人なので、うん、なるほど。全部集めちゃいますね。すごい。セーラームーン確かにね、うん、セーラームーンは可愛いよな。ずっと好きだな、うん、なんかこうファッションブランドとかもさ結構コラボしたりとかさ、ね、多いしね、気になる、いろいろ可愛い。ヒカルは、私は、うん、あの愛してるぜベイベーって漫画あるんですけど知ってます？知らないか。私漫画本当わかんないんだよね。なんか愛してるぜベイベー、リボンかな、リボンで連載されてたんですけど、そなんか兄弟家族の話なんですけど、なんかめちゃくちゃ可愛いんですよね。でそれ10巻まで、それ全部まだ持ってます、大切に。マジ。あとプクプク天然回覧版っていう犬の話があって。何何、全然プクプク。でなんか犬が田中って名前だったり伊藤って名前だったりするんですけど、それがめちゃくちゃ可愛くて大好きで。あ、わかった。これはプクプク回覧版これか。あ、知ってる知ってる。これゲームとかもあって、私これゲームとかもずっとやってました。これチャオだよね。チャオです、チャオです、これはチャオです。チャオだ。チャ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 。あ、わかった、わかった。よかった、みんな知ってた。これは知ってたわ、よかった。チャオ見てたから
ね、これめっちゃ可愛いんですよ、うん、確かに。なるほどね、懐かしい。あったね、これ癒されるからおすすめですね。疲れた時とかに読んだらいいと思います、なんかそんな内容がしっかりしてなくて、うん、その1個だけで1日っていうかその一瞬だけで読み終われる系って結構良くないですか。確かに確かにそういう感じですよね、うん、私はね、浦安鉄筋家族っていうのが好きで、多分男性のリスナーさんとかも分かると思うんだけど、うん、なんかね、キモ可愛いみたいな。キモ可愛い。そう、なんかイラストとかがめっちゃ面白くて、ギャグ漫画なんだけど、うん、私がなんかそれはなんか弟が全巻買ってて、でなんかあのもう表紙が本当面白い、表紙も面白いわけよ、イラストが、うんうん、でなんかちょっと読んでみようと思ったらめっちゃハマって、そう前回読んだな、それは。あんま読まないんだけどね。知らない、知らないよね。わかんないですね、詳しくはない。なんか弟とかお兄ちゃんとかいたらわかる人多いかも。あ、うん、お兄ちゃんいたけどわかんなかったな。あ、そうか、え、読んでなかった、うん、お兄ちゃん読んでなかったの。ギャグ漫画とか読まないのかな。なんか野球の漫画ばっか読んでたイメージです、お兄ちゃん。あ、野球か。でもね、一回見たら結構ハマっちゃうと思う。あ、うん、ぜひ気になったら見てください。はい、続いていきたいと思います、はい、ラジオネームカレー100人前さんからです。皆さんこんばんは。こんばんは。栄養ドリンク、私は年に数回しか飲みません、うん、ただ普段飲まない分飲んだ時の効き目がすごい気がします。さて質問、皆さんは栄養ドリンク飲みますか？お気に入りのものはありますか？と来ています。うーん、はい、まあ、でも元気がない時に飲みたいものとかでも全然。そうですね、うん、栄養ドリンクね、うん、でも私は結構あのレッドブルはライブの時とかは飲んでる。あ、飲んでるイメージあります、うん、翼を授かります。授かっちゃうね、うん、そう、やっぱり。だから本当この前のライブもね、飲んでましたね。飲んでた。私飲んだことないんですよね、レッドブル、本当結構なんか目覚める。でも私モンスター飲んだことないです。ああ、モンスターの方がちょっと強そうですよね、うん、甘さはそんなにないかな、レッドブルより。レッドブルの方が飲みやすいと思う、うんうん、なんかそんな感じがする、うん、なんか、あとエゾエースっていう、エゾエースっていうのがあって、エゾエース、なんかそのオロナミン C 的なやつなんですけど、うんうん、鶴葉薬局っていう薬局でしか売ってないんですけど、なんか具合悪くなりそうだなって思う時に飲むといいって聞いて、それ飲んだら本当に良くなるんですよ。へ、わかんない、気の持ちようかもしれないけど。大事大事。カコン糖的な、カコン糖的な感じなんですかね。エゾエース、うん、だろう。まあ、オロナミン C はね、安定に美味しいですけどね、うん、美味しいですね。あとはリポビタン系ですよ、うん、リポビタン。確かに、うん、私はなんか最近そのファインっていうピンクバージョンが飲みやすい、うん、確かにあれ飲みやすいかもしれない、うん、飲みやすいよね、うん、とかコンビニでも売ってますしね、確かに、うんうん、あとはなんかみんな元気ない時に飲みたいみたいなのある？元気ない時に飲みたい。でもやっぱ 100% のオレンジジュースは元気が出ます。あ、光大好きだもん。なんかお腹空いても空腹に耐えられないけどご飯食べる時間ないみたいな時はオレンジジュースを1本買っておけば、うん、なんかちょっとは持つっていう元気になれる感じはしますね。疲れた時に三ツ矢サイダーとか炭酸系を一気飲みするのがめっちゃ気持ちいいなと思います。あってなるよね、うん、確かにいいですね、うん、あとはなんか、うん、こうカフェとかに入ってさ、うん、なんかあの甘い系、あのクッキーで入ったりやつとかさ、そういうの飲むとなんか元気みたいになる。確かに楽しくないです。甘いもの体に入れたみたいな。糖分、本当糖分大事ですからね、本当に、うん、かな、うん、ですかね、はいはい、では続いていきましょう。ハロドラネームパルアチーノさんからです。はい、火曜メンバーの皆様こんばんは。こんばんは。バレンタインデーが過ぎたらホワイトデーがありますね、うん、椿ファクトリーはイベントで個別ホワイトデー告白タイム30秒1本勝負がありますね、うん、メンバーはファンの方からたくさんの愛を告白されると思いますが、愛の告白以外にも告白ってありますよね。皆さんは他のメンバーや家族、友達に何か告白したいこと、告白しなければいけないことなどありますか？あの、この個別ホワイトデー告白タイム30秒1本勝負っていうのは、あのシングルを出す時に行っている個別イベントの中のこのイベントなんですけど、うん、あのお客さんがこうブースに入ってきて、はい、普通の個別握手みたいなシステムなんですけど、うんうんうん、お客さん入ってきたらそこでお客さんから私たち何も言わずにお客さんがただひたすら30秒私たちに気持ちを伝えるっていうのをやって、でまた握手してありがとうございましたっていうのをやるんですけど、どうなんでしょうか。そうなんですよ、私もやったことがないから、うん、もう少しチャレンジ。そうなんですよ、まだやったことなくてどんな感じになるのか全然わかんないし、なんかニヤニヤしちゃいそう。お互いに、告白とか、うん、気まんないよ。
くない？どうなの？でもこの30秒絶対長い。長い。30秒って結構あるよね。結構ある。結構ある。大変。頑張ってほしい。みんなみんな大変だ。いやでも楽しいだろうけど、これ結構気合の入れる、気合必要なイベントだね。なんかもうお客様が、パフォーマンスみたいなもんですもんね。30秒間ね、メンバーはね聞いてればいいからね。え、あれじゃない、なんかさ、もうみんな考えていくんじゃない、こう紙とかにまとめて、なんか手紙読んだりする。手紙持ち込めないっていうのもちょっとかわいそうだな。持ち込めないんですか？持ち込めないの？多分なんかそのじゃああれじゃね、体に無で体にめっちゃ書いてくるんじゃない？こうやって読んで、あのもう手のひらだけでも腕とかにバーって書いてくる。へー、まるちゃん僕は何年前から好きでみたいな感じじゃない？やばい、もう面接じゃないですか。でみたいな、まるちゃんの好きなところはみたいな、キーワードだけ書いてくる。腕にバー。でも30秒本当大変だなと思います。だって私も普通に30秒なんか話せって言われたらなかなか無理ですもん。なかなかだよね。結構難しいと思います。だってそれをさ、1人1回のわけじゃないわけじゃん、多分。そうですね。何回か来る方もいるでしょ、すごくない？すごい。すっごい見たい、それ。見たい、なんか影から見てたいですね。見に行きたい。もう本当、頑張ってください。でもそれしか言えないよね。楽しい。面白い。楽しみにしてます。たくさんの人来てほしいね。そうですね。またじゃあ、なんか後で報告しますね。え、してしてすごい印象に残ったとか覚えといてね。覚えときます、はい、こんなこと言われたみたいな。わかりました。超楽しみじゃん。はい、いいねいいね。はい、ということで、ハラドラではこんな感じで皆さんからの質問や新コーナーのご提案、私たちに聞いてほしいちょっとしたことなど、いろいろお待ちしています。宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。なんか初めて読んだんだけど私。ねえ、リリー、これちょっとびっくりした。読み慣れてないから半端ない。やばい、ちょっとマジ。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れのお時間です。今回の放送はどうでしたか？笑っちゃいますね。あの違う、あれ何でしたっけ、スナックみやび、笑っちゃいますね。スナックみやびね、ちょっと毎回あのキャラがちょっとブレてるかもしれないですけど、まあ面白い、面白いね、楽しんで聞きたいと思います、まあ、今回ボトルも入れてくれた方もいたしね。そうですね、ありがたいですね。大繁盛です、はい、ということで他にもこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、ハッシュタグハロドラをつけてツイートもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。スマヒファクトリーからではここでお知らせしたいと思います。先月2月27日に椿ファクトリー5枚目のシングル、3回目のデートシーンはふわり恋時計の両 A 面のですねシングルがリリースになりました、全部で5パターンかありますので CD ぜひいろいろチェックしてゲットしていただけると嬉しいなと思います。さらに2月22日にですね椿ファクトリーファーストオフィシャルブックが発売になりましたので、こちらも本屋さんにぜひ探してゲットしてほしいなと思います。そして3月31日までは原宿のエリアキュアネックスにて喫茶カメリア、カフェですね行っておりますので、ぜひこちらも遊びに来てください。そして椿ファクトリー現在春ツアーの真っ最中です。椿ファクトリーライブツアー2019春ランマン、4月28日名古屋ボトムライン、そして4月29日岐阜グラブ G にて行いますので、お近くの方はぜひ足を運びください。そしてもう一つ3月30日3月31日の2日間、ひなフェスを幕張メッセで行いますので、こちらもぜひ興味のある方はハロープロジェクトのメンバー全員出演しますので、ぜひ来ていただけると嬉しいなと思います、はい、詳しい情報はハロープロジェクトのオフィシャルホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい、そしてピンククレスはですねメンバーそれぞれ、SNS インスタグラムやツイッターとやってますので、そちらで、新しい情報とかも発信しておりますので、ぜひそちらの方チェックお願いします。お願いします。さて明日水曜日は中島さきちゃん、モーニング娘。から野中美希ちゃん、羽賀かねちゃんの3人でお送りします。それではハロードライブハロドラ火曜日はここまで。ピンクレス夏焼きみやびと、ピンククレスの小林ひかると、椿ファクトリーの尾形理沙の3人でお送りしました。それでは最後はまるちゃんの一言を。ちょっと花粉来てますかね。確かに来てる。せーの、また来週。